はい、こんにちは、しんです、今日はですね、久々に収録してるんですけれども、最近ね、全然撮ってなかったんで、まあいろいろあったんでね、まあ地震もあったし、暑いのもあるんでね、ちょっとね、撮る元気もなかったので、まあ久々に、撮ってます。最近はですね、個人的に iPhone のね、カメラをね、ライカのですね、ライカ UX っていうね、iPhone アプリを使ってるんです。ライカがね、出してるね、iPhone のアプリなんですけど、これ、ライカって、カメラ的な人は知ってるんですけれども、ドイツのメーカーでですね、ちょっとね、もうかなりの老舗のメーカーさんで、日本でも高いカメラとして有名だと思うんですけども、そこのカメラメーカーがアプリとして出しているのがですね、iPhone でも出ましたので、今 iPhone だけなのかな、他にも Android もあるのかな、よくわかんないけども、そういう感じでとりあえず、使ってみようかなと思って、今は使っている状態です。基本的にですね、2週間、ちょうど盆休みだったら2週間ぐらいね、無料で使える期間がありますので、その後月額1000円でね、年間は1万円ということで、カメラアプリのね、そういうサブスクの中では結構高い値段なんですけども、ライカなんでね、好きな人はね、色味が好きだっていう人がね、たくさんおられるんで、とりあえずですね、2週間、試して撮ってみようかなということで、2週間ね、撮って、とりあえずね、よければ、1ヶ月ね、なんか旅行だとか、どっか出かけるときに、お休みとかがあるときに、1ヶ月分を、申し込んで使ってみるっていうのもいいかなと思ってます。あとね、これ、フルで使うにはなんかね、P モードと A モード、A モードかな。P はとりあえず、あとね、普通に撮れるモードで、A は、レンズ、ライカのレンズをシミュレートするモードがあるらしいんですけども、A モードはね、有料じゃないと使えないんでね、とりあえず P モードでもなんかフィルターっていうかな、そういう色味がですね、制限されてるんで、使えない部分もありますけども、無料で使う部分でもね、使えないことないんで、例えば白黒だとかね、いい感じで撮れるので、そういうのも使ってみるのもいいんじゃないかなと思ってます。またですね、とりあえず、これ一番いいのはね、ビュアのところの画面でですね、透かしって言って、カメラの情報だとかを、ね、一番下にね、ライカのマークとね、一緒にね、出してくれる、印刷してくれる、印刷っていうかな、プリントしてくれる機能があるので、そのままね、SNS に載っけるときに、そのカメラ情報も一緒に載っけるとね、ライカのマークも入るんで、ちょっとかっこいいかなと思ってね、それで見てね、ちょっと私もね、かっこいいなと思ってね、使ってみようかなと思って何回か上げてます。作例はね、またちょっとね、少し上げておきますんで、そんな感じで。カメラね、昔はそんなに撮らなかったんですけども、やっぱり スマホが出てきてからカメラね、撮ることが多くなったのでね、やっぱりね、いいカメラアプリが出て、いい色味のね、感じのアプリでちゃんと撮れれば、やっぱり楽しく撮れるんじゃないかなっていう感じがします。ということで今回のお話はですね、ライカの、LUX っていうね、iPhone のアプリの紹介をしてみました。作例だとかね、機能の説明とかは他のね、YouTube の動画で上がってると思いますんで、私は、こんな風に使ってますよっていう話で、話してみました。特にね、ワンコと、散歩の写真を撮っております。ということで、じゃあ、インスタグラムのね、もうリンクもね、とりあえずつけておこうかなと思います。ということで、今回の動画を終わりにしたいと思います。では、また。